ダレン・クリストファー・オーリバーはアメリカ合衆国ミズーリー州カンザスシティ出身の元プロ野球選手。左投げ右打ち。父のボブ・オーリバーは内野手として1965年から1975年にかけてメジャーでプレーした。1988年の MLB ドラフトでテキサス・レンジャーズから3巡目で指名され入団。 1993年9月1日にメジャーデビューを果たし、1996年から先発投手としてメジャーに定着。1996年に自己最多の14勝を記録。1998年7月31日にセントルイスカージナルスへトレード移籍。カージナルスでは1999年まで在籍し、2000年から2001年にかけて、 レンジャーズに在籍。2002年はボストンレッドソックスに在籍。2003年はコロラドロッキーズで13勝を記録。2004年はフロリダマーリンズとヒューストンアストロズに在籍。2005年はコロラドロッキーズと契約したが、開幕前に解雇された。シーズン開幕後にアリゾナダイヤモンドバックスやシカゴカブスと契約を結んだが、1ヶ月も経たずに解雇され、 メジャーで登板することなくシーズンを終えた。2006年はニューヨークメッツで45試合にリリーフ登板。ポストシーズンではリーグチャンピオンシップシリーズ第3戦でリリーフとして6イニングを無失点に抑えたため、ウィリー・ランドルフ監督は第7戦で先発起用の可能性があるとした。しかし第7戦はオリバー・ペレスが先発を務め、メッツは敗れ。 ワールドシリーズ進出はならなかった。シーズン終了後、ロサンゼルス・エンゼルスと1年目は150万ドル、2年目は200万ドルの球団オプションの契約に合意。2007年は4月終了時点で防御率が10点を上回っていたが、シーズン通算で3.78まで改善させた。2008年は54試合の登板で防御率2.88を記録し、シーズン終了後に、 エンゼルスと1年365万5000ドルの契約に合意。ロサンゼルスエンゼルス時代2009年は自己最高の63試合に登板。テキサスレンジャーズ時代2010年に9年ぶり2度目のフルスレンジャーズ復帰を果たした。レンジャーズでは2年連続で防御率2点台前半と安定した働きを見せ、アリーグ連覇に貢献した。 2011年12月30日、トロントブルージェイズと1年400万ドルで契約を結んだ。2012年は41歳にして、リリーフ転向後最高の成績を記録。シーズン終了後に、翌年のオプションが行使されたが、シーズン中から引退を考えていたため去就の結論は、翌年に持ち越した。2013年、前年シーズン終了後に代理人が、 年俸300万ドルからの引き上げか、テキサスレンジャーズへのトレードが認められなければ、引退する意向であると発言したため、一時は引退が確実視されたが、1月16日に一転して、現役続行が発表され、メジャー20年目のシーズンを迎えることになった。10月31日に FA となった。2014年4月にテキサスレンジャーズのスペシャルアシスタントに就任。 ありがとうございます。